衆議院議院員福岡県北九州市八幡西区生まれ1991年、福岡県立東地区高校を卒業し、東京大学文科愛類に入学。3年時から、東京大学法学部に進学するが、在学中に、外交官試験に合格し、大学を中退。1994年、外務省に入省した。入省後、 フランス北部の都市リールのリール第二大学に留学し、フランス語研修を受ける。在セネガル日本大使館に当初期間や、外務省中東アフリカ局中東第二課課長補佐、外務省経済局国際機関第一課課長補佐を経て、2005年7月31日付で、国際法局条約課課長補佐を最後に退官。退官後は、末松義則や、 白新君の政策担当秘書を務めた。2009年の第45回衆議院議員総選挙で、福岡9区から民主党公認で出馬。自由民主党前職の三原朝彦を破り、初当選した。2012年の第46回衆議院議員総選挙では、前回下した自民党の三原朝彦に3万病町の大差で破れ。 重複立候補していた比例九州ブロックでの復活もできず落選。2014年の第47回衆議院議員総選挙では福岡九区で再び三原に敗れたが前回よりも票差を縮めて比例九州ブロックで復活し2年ぶりに国政に復帰した。なお福岡九区では得票数3位で最下位だった日本共産党の真島 肖像も比例復活し、同区で立候補した、三原、尾形真島の3候補が全員当選した。2016年3月27日、民主党と維新の党が合流して結成された、民進党に参加。第48回衆議院議員総選挙にあたっては、希望の党に参加、出馬したが、三原に競り負けて落選した。 第49回衆議院議員総選挙では既存の政党とは距離を置いた完全無所属の立場で福岡九区から出馬、三原を破り当選した。11月4日、衆院選で当選した他の無所属議員4人とともに衆院会派、有志の会を結成した。2016年1月12日の衆議院予算委員会にて日本人拉致問題に関連して、 安倍晋三首相に対し、蓮池徹の著書を引用し、首相は、拉致を使ってのし上がった男かとただし、衆議院選挙の新潟2区で拉致被害者の親族が、活動していたことについても、政治利用ではないかとただした。安倍は、小形が、自身の名誉を傷つけようしていると述べ、20年前、他の議員が拉致に取り組んでいたとき、小は何かしていたのかと反発した。 日本の心の中野正幹事長によると、拉致関係の会合で尾形とは顔を合わせたことさえない、と述べている。中山京子代表によると、参議院予算委員会で、事実確認もしないで名誉を傷つけた尾形について、思ったように利益が得られなくなると、このような工作活動が動き出す。国会議員が、そのような動きに乗せられるようなことがあってはならないと、述べている。 小形の発言は、拉致被害者の家族や関係者にも波紋を広げた。特定失踪者問題調査会の荒木和弘代表は、小形氏の質問で出たことは、全くの嘘で、安倍と内閣参与だった中山が帰国にブレーキをかけたのが、事実で、5人を北朝鮮に戻そうと躍起になっていたのは、小形たち外務省だったと述べている。 はすいけトールは2016年1月31日放送のそこまで言って委員会 NP にて尾形から事前の相談は一切なく3日後にかかってきた電話で一言謝罪があり新編に気をつけるよう忠告されたというありがとうございます